本田聖書本田聖書延長5年3月18日は、加賀藩の姿政輝か本田屋第5代当主。父は、加賀藩が老本田正敏。性質は、本田図書の政府ゆの娘。子は、朝前連室。養子は、本田正幸。神は、十五石田康坊主。通称は、加藤継。元六二年加賀藩が老 本田正都の四、男として生まれる。教法八年兄、正都の死去により、家督と五万国の治療を相続する。一持ち組頭、年寄りを務めた。教法八年十二月十五石下康坊主に助任。教法十一年講義御用。教法十五年金沢城代となる。官報二年青白江三木より、藩主。 前田義則側近大月朝元の飛行を弾劾する、書状を届けられる。霊三木は、本田正重の長男、正次の彦で、当時、前田直美と共に、大月排斥を強く訴えていた一人である。年寄りである、聖書の力により大月排除を期待してのことで、あったが、大月が失脚するのは、霊三の没後、藩主、義則の死去を待たねばならなかった。 延京元年藩主義のより、不和であった文家、本田忠頼も正常との和解を命じられる。延京三年加賀騒動の当事者、大月伝蔵を屋敷に召喚し、実教を申し渡す。朝元は、聖書の組であった。延京五年三月十八日没。去年六十。家督は一門、本田ダ聖冬の子正幸が相続した。 ありがとうございます。